まあ、ホンダっていうのはですね、もともとそのホンダ機械工業って言って、あの、ホンダ総一郎さんって人が創業した会社で、まあ、割と、その、20代とかじゃなくて、もうちょっと年を取ってから作った会社なんですよね。で、最初は、そのバイク、有名なスーパーカブ、これが大ヒットして、最初はその自動車修理工場というか、あの、修理工場、町工場みたいなところで、その、寄せ集めの部品で、あの、バイク、 みたいなもんを作ったりとかみたいな。で、まあ、ホンダ総一郎さん自体がその機械工というか、町工場の技術者って感じですけどね。確かね、浜松高専かなんかで学び直してんですよね、多分ね、機械工学とかを。叩き上げでやってきた人なんだけど、まあ、会社作って学び直して、それなりに理論もわかるようになって、ずっとその、ホンダ総一郎さんがその開発現場のトップでやってたんですね。 で、ホンダの名声をやっぱりすごくその世界的に知らしめたのは、あの、万刀の TT レースで優勝して5連覇したっていう、で、世界最高峰のバイクレースだったんですね、当時。うん、で、そこで、その、まあ、ホンダのバイクが日本車として初めて優勝して、で、それで一躍有名になった。ホンダって、やっぱその技術力を、その、一番最高峰の、その、レースで見せつける、うん、 っていうことをマーケティングの主軸にしてる会社なんですよね。で、F1 にやっぱりその世界で最初にあの参戦したのもホンダで、まだな、ハマき型の車だったことですね。本当に白地に真っ赤な日の丸がついてる車なんですけど、それでね、メキシコグランプリかな、1960年代末ぐらいに初優勝して、 それがホンダの第一期ファン参戦なんですよ、ね。やっぱレースをその主軸にしてるのも象徴として鈴鹿サーキット。鈴鹿サーキットランドももともとホンダが作った。ホンダの本拠地ですね。鈴鹿サーキット。ホンダってずっと空冷エンジンに、あの、こだわりがあったんですよね。で、まあホンダ総一郎さん、叩き上げのいい者なんで、自動車ってのは空冷なんだよ。だけど、エンジンのやっぱ性能を上げようとすると、その、水冷とか液冷って言って、 液体で冷却する方が全然効率いいんですよ。おやすさんって言われてたわけですけど、おやすさんダメです。もうこれから水冷なんですって言って、戦った挙げ句最後負けて、開発のチーフをやめたっていう。企業文化として、やっぱ技術ファーストだし、レースがすごい大事だし、もう国の補助金とかそういうのに頼らず、自分たちで技術開発をするんだっていうポリシーがありますよね。 その,その精神というのは未だにそれは失われてなくて、ホンダ創一の亡き後もそのホンダイズムみたいなものを継承されていると。